奈良津彦神社の沖縄前における三番層三番層は日本の伝統芸能。四季三番で沖縄の前に続いて舞う役、あるいはその舞ごと。能楽では狂言役者が演ずる。もともと四季三番という名称は霊式の三番の演目という意味で、父上、沖縄、三番猿楽の三演目を指すものであり、室町時代初期には、 父上を省くのが状態となっていたが、式二番とは呼ばずそのままの名称が使われている。古くは、その三番のうち一、二番目は、聖職者である樹脂が演じたが、三番層は三番目の演目であり、樹脂に代わって猿学師が演じ、三番猿学と呼ばれ、三番、三とも呼ばれる。三番層の舞は、もみの段と鈴の段に分かれる。前半のもみの段は、 面をつけず、足拍子を力強く踏み、警戒、活発に舞う。後半の鈴の段は、黒色状をつけ、鈴を振りながら、早朝かつ表一に舞う。沖縄の舞が、天下太平を祈るのに対し、三番層の舞は、五国豊穣をことほぐと言われ、足拍子に同時に関わる地がための、鈴の段では種まきを思わせる所作があり、豊作祈願の意図が伺える。 四季三番のうちでも、王以上に、後世の芸能に影響を与えた。歌舞伎や人形浄瑠璃などに取り入れられ、また、日本各地の民族芸能や、人形芝居の中にも様々な形態で、祝言の舞として残されている。なお、三番層の系統を弾く、歌舞伎舞踊や三味線音楽を、三番奏物という。千歳の舞は梅払いであり、沖縄の舞に含まれ一番とは数えない。 同様に延命じゃも父上に含まれる。ありがとうございます。